カメラマンの横山です。ちょっと仕事の合間に時間が少しできたので、千葉の外房の海へ行ってきました。であいにく曇り空であんま天気は良くなかったんですけども、なんか夏が終わって人気の少ない砂浜を一人で歩いて、まあいろいろね写真を撮ってきました。なんかこの時期の海ってまあ何もないんですけど、まあそこが一つ魅力なのかなということで、まあゆっくりとね時間を過ごすことができましたね。はい、そんな中いくつか写真を撮ってきたので後日調整編の方を作りたいと思います。はい、で、まあ、今回はちょっとネガフィルムっぽい写真ですね。やっぱ曇り空空の影は飛びやすいので、なんかちょっとネガフィルムを意識したような写真にしてみたいと思います。なんかね海辺の公園もそんなにやっぱ人全然いなくて、まあ、ちょっと寂しげな感じだったんですけども、まあ、そんな中ね夏がちょっと、まあ、終わってしまっているということで、こういうひまわりのなんか枯れたひまわりがあったのでそれを撮ってきました。やっぱねミラーレス結構アングルがいろいろ試せるので、なんだろうチルト式の、ね、液晶モニターとかついてるじゃないですか。なのでいろ、まあ、んなアングルで試すことができましたね。広角レンズで、まあ、写真を撮る場合ですね、近づいて写真を撮る場合にどうしてもやっぱ遠近感が出て画面が三角形にちょっと分割されたような絵柄になりがちなんですよね。そうするとやっぱ視線感が弱くなっちゃうので、まあ、できるだけね動きのある構図っていうのを探してアングルを決めてましたね。はい、そんな中ねなんかひまわり見てたら、あこれジャコメッティっていうね作家さんの作品に似てるなとか、まあ、あとはエンダーマンに似てるかなということで、なんかそんなものを意識しながら撮った写真がこちらの2枚になりますね。はい、で前回ちょっとご紹介した自撮り棒を使った三脚なんですけど、また新しいちょっとねオプションが加わりまして、ベルボンが、まあ、アウトドアブランドのコールマンってありますよね、あれとなんか共同で開発したテーブルトップがあるんですよね。これネジ穴がついてて、この自撮り棒三脚に上につけると、まあ、簡易的なテーブルになりますよ。これお弁当食べる時とかなんかいいかなと思って、これもカバンの中に入っちゃう大きさなんでね、